塩辛トンボは舐めると本当に塩辛いのか。この白色の正体はワックス質の粉で、たとえ舐めても塩辛くはないんです。塩辛トンボの由来は、白色の姿が塩昆布に似ているからとされます。この白色はワックス質の粉で、紫外線から身を守っているんです。赤トンボといえば秋茜、夏茜です。症状トンボは真っ赤なんですね。これはオスなんです。メスになりますと茶色なんです。茶褐色、動物のハクビシンの色とも言われることがあります。赤トンボと言いますと、夏茜、秋茜、症状トンボの三大赤トンボと言われます。症状トンボの場合は頭の先から尻尾まで真っ赤なんですね。すべてが紅色で本当に綺麗ですね。動物の8割は虫である。130万種いる動物のうち100万種は虫だと言われています。しかも毎年1000近くの新種が発見されているので、その数はどん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 増えているんです。蚊の主食は血ではない。蚊の主食は血ではなくて花の蜜や果汁なんです。ちなみに血を吸うのはメスだけです。オスの蚊は血を吸いません。メスは卵を育てるのに必要なタンパク質を摂取するために血を吸っているんです。カタツムリはコンクリートを食べる。カタツムリがブロック塀などを張っている光景をよく目にします。実はあれ、コンクリートを食べているんです。殻を丈夫にするためにコンクリートに含まれる炭酸カルシウムが必要なので、それを摂取しています。どのようにして食べるのかといいますと、カタツムリは1万2000本もある細かい歯でコンクリートの表面を削って食べております。カブトムシは足を上げておしっこをするんです。カブトムシはオス犬のように片足を上げておしっこをします。自分の周りを汚さないために足を上げておしっこを遠くに飛ばそうとしているらしいんです。ちなみにオスだけでなくメスも片足を上げておしっこをいたします。ハエは足に味覚があるんです。ハエは足の先にある器官で味を感じることができます。だから食べ物の上に止まるだけでどんな味がするのかが分かってしまうんです。よくハエが手足をこすり合わせているのは、味覚を研ぎ澄ませるために器官についた汚れを落としているからなんです。ミミズにオスとメスの区別はない。すべてのミミズはオスでもありメスでもあります。一匹でオスとメス両方の役割をすることができるんです。交尾をする際は2匹がオスとメスの役割を交互にこなし、両方が卵を産みます。ちなみにカタツムリもミミズと同じくオスとメスの区別はありません。ハチミツの量とミツバチの数。ハチミツを1瓶もしくはボトル1本作るのに
ミツバチが何匹必要なんでしょうか。実は蜂蜜のグラム数を5で割ってやれば何匹のミツバチが必要なのか大体わかります。ミツバチ1匹が一生で集められる蜜は5グラムだと言われています。500グラムの蜂蜜の場合は100匹のミツバチが一生をかけて集めた蜂蜜ということになります。ものすごい貴重なんです。バッタの耳、バッタの耳がどこについているかご存知でしょうか。面白いことにバッタの耳は頭ではなく後ろ足の付け根についているんです。ちなみにコオロギやキリギリスは前足に耳がついています。蜂はメスしか刺さない。なぜメスしか刺さないかというと、蜂の針は産卵管、卵を産むための管が変化したものなので、オスには針がもともとついておりません。ただ蜂のほとんどはメスなので安心してはいけません。卵を産むのは女王蜂だけなので、オスはあまり数が必要ありません。スズメバチの雑学です。スズメバチは毒を針で注入するだけではなく、針先から噴射することもできます。この毒は人間の体の成分タンパク質を溶かすことができるので、毒液が目に入ると目の角膜がペロンと剥がれ落ちてしまいます。さらにまずいことに、毒液は仲間を興奮させ攻撃性を高める警報ホルモンの効果もありまして、ますます危険になります。ちなみに蜂の針は産卵管が変化したものなので、刺すのはメスだけです。スズメバチの天敵はクマとアジア人なので、黒いものを攻撃する本能があります。つまりアジア人の頭と目を狙ってきます。スズメバチは集団でミツバチの巣を襲い全滅させることがあります。日本在来のミツバチはスズメバチを特殊な方法で殺すことができるので、ある程度は抵抗できますが、養蜂のために導入された西洋ミツバチはスズメバチに一方的に虐殺されます。アリとシロアリは全く関係がなく他人の空似です。アリはハチの仲間で、シロアリはゴキブリに近いんです。コガネムシは金持ちだの同様に出てくるコガネムシは実はゴキブリを示すのではないかという説があります。ゴキブリがいるということは、家の中が一年中暖かくて食べ物が豊富にあることを示します。つまり豊かさの証明なんですね。またゴキブリの卵は財布の形に見えることからも来ています。カマキリのメスが交尾後にオスを食べることは少ないんです。オスは大抵うまく逃げて別のメスとまた交尾をします。アリの巣には居候が多いんです。アリは目が悪くて匂いで仲間かどうかを判断しているので、匂いさえ身につければ簡単に
巣に潜り込めるんです。蝶々の中には尿素を好むものがいるので、人間や動物の排泄物に群がることがあります。南米のモルフォという蝶はメタリックブルーに輝く羽を持ち、非常に美しいんです。アルミホイルを青く塗ってジャングルに置くと仲間と勘違いして止まるので、そこを捕まえます。七星テントウは夏の間は寝て過ごします。今の映像に映ってますのはナミテントウです。ナミテントウは外来種です。無農薬栽培などで農家さんが使っておりますが、アブラムシを食べるだけではなく、在来種の日本のテントウムシまで食べてしまいます。それでちょっと困っちゃうんですね。昆虫で一番おいしいのは何なのか。ダブルダン。第1位、カミキリムシの幼虫。カミキリムシの幼虫はマグロのトロに近い味なんです。カミキリムシの幼虫、フライパンで焼き上げるとバターのような風味がするんです。香ばしくてとても美味しそうですね。ぜひご賞味ください。コオロギの音色。コオロギの音色は口から出しているんじゃありませんね。実は羽をこすり合わせて発音しているんです。コオロギのメスは鳴かないって本当なのか。実はオスが求愛のために鳴いているんです。コオロギの場合、鳴く虫はほとんどオスです。近くにメスがいると誘うように優しく鳴きます。カマキリのオスは頭がなくなっても交尾をやめない。カマキリのオスが交尾で生き延びると子孫の数が少なくなる。アリはどうして迷子にならないのか。これには2つの説があるそうです。1つ目はフェロモン説。フェロモンをルートにすりつけることでそれを道しるべにしているというもの。2つ目はヒゲが記憶している説。自分が通った道の匂いや形をヒゲが記憶しているというものです。今のところは前者のフェロモン説が有力だそうです。コガネムシとカナブンの違いです。葉っぱの上にたかっていたらコガネムシです。コガネムシは広葉樹の葉を主に食べております。対しましてカナブンはカブトムシと同様に木の樹液をすするんです。木にたかって樹液を吸っていたらカナブンと言えるでしょう。杉やヒノキ林ではキノコを見かけることはほとんどありません。夜暗闇で光るキノコはたくさんあります。発光の元になっているものはルシフェリンと言いまして、ホタルの光と同じ物質です。発光するキノコはツキヨタケ、ヤコウタケ、アミヒカリタケ、シイノトモシビタケ、スズメタケ、エナシラッシタケなどがあります。おいしいキノコは何なのか。おいしいキノコ、松茸、本しめじ、
トリュフ、ポルチーニ、アンズタケなどです。舞茸の天ぷらもお蕎麦と一緒に食べると美味しいですね。医学的に注目されている薬用キノコはメシマコブ、アガリクスタケ、万年タケ、カバの穴タケ、山伏タケなどがあります。図鑑を見れば毒キノコも見分けられることができるのか。キノコという呼び名と同様、毒キノコも俗称で正式な生物学的分類ではありません。キノコの中で実際に食べて死に至るような猛毒のキノコの割合はさほど多くはありませんが、それでも毎年毒キノコによる死者が出ているので注意が必要なんです。ただキノコの見分け方は非常に難しく、キノコ初心者が実物のキノコと図鑑のキノコを見比べて多分これはこのキノコだろうと推理しても全く別種のキノコであることがほとんどなそうなんです。仮によく知っている食用キノコに告知していてもひょっとすると毒がある菌類の種かもしれません。キノコ狩りでいかにも美味しそうなキノコを見つけてもくれぐれも素人判断だけで大量に食べたりしないようにしてください。アメリカザリガニは鎌倉食用ガエル養殖場に食用ガエルの餌として持ち帰ったもので、アメリカで出荷された際は100匹でありましたが、無事に日本に到着したのはわずか20匹だったんです。そのアメリカザリガニが養殖池から逃げ出し、その後爆発的に広まったとされております。日本でいうザリガニとはアメリカザリガニを示すのが一般的で、その色は茹でてもいないのに赤く染まっています。赤いことからマッカチンという別名もあるほどなんです。しかしザリガニの子供は無色透明で、その育ち方によって色が変わってきます。ザリガニの血液は無色です。それゆえ子供のザリガニは本来の色は無色透明です。一見すると褐色のようにも見えますが、同じ甲殻類のエビなどを想像してみると、その色自体は不自然でないことがわかります。ではなぜ赤く色づくのでしょうか。その答えはザリガニが口にする餌にあります。野生のザリガニが食べる餌にはカロチンをもとに作られるアスタキサンチンと呼ばれる色素が含まれています。このカロチンは一部の野菜やエビやカニ、海藻類などに含まれており、ザリガニはこれらの餌を食べることで赤く色づいてしまうのです。これはフラミンゴも同じです。鮭も同じです。鮭もアスタキサンチンがなければ身は白いんです。鳥のフラミンゴも同様です。それではあえてカロチンの含まれていない餌を与え続けた場合はどうなると思いますか。その答えはザリガニの色は青くなるということです。アジなどの動物性の餌だけを与え続けた場合、ザリガニの体は青く色づき、さらに続けた場合は真っ白な体になります。しかし本来あまり食べることのない動物性の餌ばかりを与えていると、タンパク質などさまざまな栄養が足りず栄養失調の状態になり、成長に負担をきたすことになってしまいます。
いちごの甘王の名は、赤い、丸い、大きい、うまいの頭文字を取ったものです。いちごの夕紅という名前は、産地の熊本県の熊という字を音読みにすると夕という字になります。そして紅は鮮やかな赤の紅です。それで夕紅になりました。いちごなのに真っ白とは、いちごは赤いものという概念を覆すような白いイチゴがあります。これは奈良県のパールホワイトという品種なんです。真っ白なイチゴです。子供の日に柏餅を食べる理由とは、実は柏餅には子孫が栄えるという願いが込められております。柏餅を食べるのは実は日本独自の風習です。柏の葉は新しい芽が出るまで落ちないことから、家計が絶えない、子孫が栄えるという願いが込められているんです。柏餅と並んでちまきも子供の日の食べ物として有名ですが、中国では5月5日にちまきを食べる風習があり、それが伝わったものと考えられております。なぜハエもゴキブリも死ぬときはどうして足を上に向けているのか。昆虫は普段は背中を足にして歩いており、上からの攻撃に備えて背中側には複雑な気候がなく、大抵つるんとしています。このため、一旦ひっくり返ると元に戻りにくい性質があります。カブトムシやクワガタなどもひっくり返すとなかなか自分では起き上がれません。一方、死ぬときはもがいたりして足を突っ張ることが多く、簡単にひっくり返ってしまいます。弱っていることもあり、そのまま力尽きて再起を迎えるんです。不二家のペコちゃんはいつ生まれたのか、ポコちゃんはどうだったのか。不二家によりますと、ペコちゃんは1950年、昭和25年銀座店の店頭に置いた張り子が始まりなんです。翌年、ミルキーが発売され、箱のデザインの表にペコちゃん、裏にポコちゃんが起用され、全国に知られるようになりました。名前は古来、子牛をペコ、乳児をポコと呼んでいたことを西洋風にアレンジしました。年齢はペコちゃんが6歳、そのボーイフレンドのポコちゃんが、7歳という設定です。店頭でおなじみの人形は昭和30年代にお目見えし、年9回程度衣替えをしています。この人形は98年平成10年に立体商標の第1号として認められました。ホチキスの針はどうやって裁断しているのか。ホチキスの針は鉄板をコの字型にしてから針の太さに裁断しているのではありません。まず針金にメッキをしてホチキスの針の太さにまで細く伸ばします。この細い針金を並べ200本分を接着剤で貼り合わせて帯状にして、一般的な10号の針で長さ 1.5km のベルトのように巻き取ります。この状態で裁断して
コの字型にプレスをし、針の塊にします。周りをチョコレートでコーティングしている棒タイプのアイスクリームはどうやって作るのか。棒のアイスクリームの形をしたステンレスの缶にクリームを入れ、マイナス30度の液につけ、マイナス20度ぐらいまで冷やしてスティックを差し込みます。固まったアイスを缶から出した後、溶けたチョコレートにつけてコーティングをします。チョコレートの温度は40度ぐらいありますので、表面が溶けることがありますが、すぐにマイナス200度の液体窒素につけて凍らせますので、問題はないそうです。寝入り花に全身をビクッとさせるのは大丈夫なのか。乳児期から全年齢を通じて見られる寝入り花に全身をビクッとさせる現象は、専門用語で入眠時ミオクローヌスと言いますが、これは全く生理的に普通の現象で心配はありません。ただ頻繁に起こる場合は、転換のミオクローニー発作と区別する必要がありますので、かかりつけのお医者さんに相談するのが良いでしょう。テレビを見ていていつも気になるのはコマーシャルです。ところでこのコマーシャルを流せるのはテレビの全放送時間の何パーセントまでという制限はあるのでしょうか。コマーシャルにはスポンサーが番組の提供時間内に流すタイムコマーシャル、番組と番組の間に流すスポットコマーシャルなどいろいろあります。流せるのはそうしたコマーシャルをすべて合計した時間が1週間あたりの全放送時間の 18% 以内ということです。この他にもいろんな規定があります。例えばプライムタイム、それぞれの放送局が定める午後6時から11時までの間の連続した3時間半に放送する5分以内の番組ならコマーシャルは1分まで、20分以内なら2分30秒、30分以内なら3分、60分以内なら6分という具合に細かく定められております。病気のがんに心臓がんはないのか。どこにでも発生する可能性のあるがんですが、心臓がんというのは聞いたことがあまりありません。その理由には様々あるようですが、一つは心臓の温度にあるんです。がん細胞は35度の環境で最も繁殖しやすいと言われ、高温には弱い性質を持っています。心臓は人間の体の中で最も体温が高いところで、40度以上の温度がある心臓は熱でがん細胞は死滅してしまうんです。また心臓を形作る黄門菌では細胞分裂がほとんど起こらず、細胞が増殖しにくい環境にあるため、細胞の異常増殖であるがんも発生しにくいんです。銀行の窓口はなぜ15時に閉まってしまうのか。実は銀行法施行規則第34条55に、営業時間は午前9時から午後3時までとすると決められており、午後3時以降も窓口を開けている銀行が一部存在するのは、同規則34条2に営業の都合により延長することができると定められているからなんです。では銀行では閉店後何をしているのか。
窓口を閉じた銀行員たちは実際にある現金と伝票の内容が合っているかを照合したり、手形小切手に関する作業や顧客から預かった税金や公共料金を官公庁企業などに送る作業を行っているためなんです。触りだけ歌ってと言われたらどこを歌えばいいのか。曲の触りだけ歌ってと言われた場合は、現代風に言えば曲のサビの部分にあたるところを歌えばいいんです。最近では曲の出だしの意味で使われることもありますが、これは本来とは異なる用法です。兄弟のうちで末っ子が甘えん坊になるメカニズムとは、よく末っ子は甘えん坊などと言われますが、実は兄弟姉妹の出生順位が嫉妬深さに関係しているというデータがあります。心理学者が964人をサンプルに出生順位と嫉妬深さを指標化したところ、第一子が 11.8 ポイントだったのに対し、末っ子は 13.77 ポイントと末っ子の方が嫉妬深い傾向にあったといいます。確かに第一子は親の愛情をたっぷりと受け、不安や嫉妬心が育まれることは少ないです。一方末っ子になればなるほど親が子育てに慣れ放任されがちで、甘えや嫉妬心が育まれやすい傾向にあります。ただし両親が分け隔てなく愛情を注ぐ環境で育てば嫉妬深くはならないといいます。サイの骨格標本に角がないのはなぜなのか。鹿の角は骨と同じようなものでできております。一方サイの角はといいますと、皮膚が変化したケラチン質だけでできています。サイの角は一見骨に見えますが、実は毛が固まったようなものなんです。サイの骨格標本に角がないのは、そもそも骨がないため残らないためなんです。ルームランナーはもともと刑務所の拷問の器具だった。ルームランナーは19世紀初めにイギリスの刑務所で懲罰として使われていた拷問器具がルーツなんです。このルームランナーは監獄ではトレッドミルと言われておりました。人が手すりにつかまって歩く仕組みで、1865年の監獄法では16歳以上の囚人は最初の3ヶ月間このトレッドミルの懲罰を受けなければならないと定められていました。1950年代にはアメリカのワシントン大学で心臓や肺の疾患を診断するための医療用トレッドミルが開発され、後に健康器具として世界的に広まりました。それが今のルームランナーなんです。貧乏ゆすりの意外な効能とは。座っている時に足を小刻みに揺らす貧乏ゆすりは落ち着きがなく見えて良い印象を持つ人は少ないでしょう。だがこの悪い癖が健康にいいと知ったら、その考え方は少し変わるかもしれません。座っている時間が長いと糖尿病や心臓病、動脈硬化などにかかりやすく、死亡リスクも高まると言われてますが、
イギリスロンドン大学の研究者が2015年に驚きの研究結果を発表したんです。1日に7時間以上座っている人は5時間以下の人に比べて死亡リスクが 1.3 倍だったんですが、貧乏ゆすりの頻度が中から高の人は7時間以上座っていても死亡リスクは増えていなかった。また座る時間が5時間から6時間の人が貧乏ゆすりをしている場合、死亡リスクは低下をしていました。貧乏ゆすりは足の血流の改善を促し、冷え性やむくみを解消する効果があるほか、股関節に刺激を与えることで軟骨が再生されるなど、たくさんのメリットがあることが指摘されているんです。日清焼きそば UFO は未確認飛行物体とは関係がない。日清焼きそば UFO の名前の由来は実にシンプルです。 U はうまい、 F は太い、 O は大きいという商品のアピールポイントの頭文字を取って誕生した名称なんです。宇宙を旅した酵母で作られた日本酒があった。10月1日は日本酒の日である。2005年のこの日、ロシアのソユーズロケットに高知県の6種類の日本酒酵母が搭載され、宇宙へと旅立った。そして11日に地球へ帰還した酵母を使って宇宙酒が醸造されたんです。ちなみに宇宙酒として認定されるには土佐宇宙酒審議会が設定した厳しい審査基準をクリアしなくてはならないんです。2006年平成18年4月1日に発売されたこの酒は、翌年の全国新酒鑑評会で金賞を受賞するなど、希少性の高さだけではなく日本酒としての味でも高い評価を得たのである。実は雲は2種類の糸を出して使い分けているんです。餌を捕まえるためにネバネバした糸を出します。自分が動くルートにはネバネバしない糸を出します。ネバネバする糸とネバネバしない糸の2種類を実は使い分けているんです。サランラップの誕生は発明者の妻のおかげなのか。台所用品として馴染み深いサランラップは、もともと第二次世界大戦中のアメリカで銃や弾丸を湿気から守るために使われていたといいます。しかし終戦とともに需要が激減し、製造メーカーダウケミカル社の技術者だったラドウィックとアイアンズは別の使い道を模索していました。ある日彼らは妻を伴って近所の人たちとピクニックに出かけます。その時夫が開発したフィルムでたまたまレタスを包んでいたところ、これが大変評判になったといいます。二人はこれをきっかけに食品保存に使える新しい台所用品を開発します。妻のサラとアンにちなんでサランラップと名付けられたんです。小指を曲げると薬指も一緒に曲がるわけとは。小指を曲げようとするとなぜか薬指も一緒に曲がってしまいます。これは脳からの指令を
伝える神経の働きが影響しているんです。実は小指と薬指に指令を与える神経は同じ方向に走っているため、2つの神経を別々に動かすことはできないんです。なおかつ小指と薬指の指先を動かす筋肉もしっかりくっついてしまっているため、どちらかの指を曲げようとすると同時に同じ方向を動いてしまうんです。ただしピアニストのように訓練次第でそれぞれの指を別々に動かすことは可能なんです。サラリーマンにとって最も危険な曜日は何曜日なのか。週末に仕事を休んだサラリーマンにとって休み明けの月曜日は大きなストレスになるようなんです。仕事をしている男性は月曜日の心筋梗塞の発症率が他の曜日よりも 30% 高く、脳卒中の発症率も日曜日に比べて 30% から 50% 高いと言われております。そして自殺が多いのも月曜日なんです。人間は1年のうち9日間を瞬きの時間に使う。自分が1分間に何回くらい瞬きをしているかご存知でしょうか。人間は成人男性で1分間に20回ほど、成人女性なら15回ほど瞬きをしています。瞬き1回に要する時間は約 0.75 秒。1分間に20回で1時間に1200回、1日17時間起きていると考えると、1年のうち9日間は瞬きをしているということになるんです。人体最大の臓器は実は皮膚なんです。人間の皮膚の表面積は成人だと畳1畳分の約 1.6 平方メートル。薄っぺらい膜である皮膚が体全体の 16% もの重さを占めています。臓器とは特定の機能を持つ器官のこと。人体最大の臓器は皮膚なのです。ちなみに内臓の中で一番最大なのは肝臓です。体重の約 2% あります。人間の歯は鉄よりも硬いのか。歯は人間の体の中で最も硬い組織である。物の硬さを10段階で測るモースコードによりますと、鉄は4、ガラスは5だが、人間の歯の表面を覆うエナメル質は7と水晶と同じ硬さなんです。そのため歯を治療するときにはモースコードで10を誇るダイヤモンドを使って削らなければならないんです。人間の脳の記憶容量はハイビジョン画像 13.3 年分です。近年の研究で人間の脳の記憶容量が従来考えられていた容量の10倍もあることが分かっているんです。アメリカ総区研究所の研究によると、人間の脳が記憶できる容量は約1ベタバイト、1024テラバイトです。これはハイビジョン品質の画像なら 13.3 年分に相当する容量だと言います。純血のブラジル人は 100% が O 型。日本赤十字によると、 ABO 血液型による日本人の割合は A 型 40%、 O 型 30%、 B 型 20%、
AB 型 10% という分布になっています。血液型の割合は国によって様々だが、その比率は世界でほぼ共通している。ただし例外もあって、ブラジルを中心とした南米諸国は O 型の比率が非常に多く、特に純血のブラジル人は全員 O 型だと言います。ノーベル賞の賞金に税金はかかるのか。2018年時点でノーベル賞の賞金は900万スウェーデンクローナ、約1億1000万円。これだけ高額の賞金を手にしたら、税金をどっさり持っていかれるのでしょうか。実は日本の所得税法で、ノーベル賞は非課税所得として認められているんです。ただし、ノーベル基金を拠出元とすると限定されているため、スウェーデン国立銀行が拠出する経済学賞、ノーベル経済学賞と呼ばれるのは課税対象となります。日本の造幣局では海外の硬貨も作っているんです。日本で約1年間に製造される硬貨は年々減っており、現在はピーク時の5分の1以下であります。硬貨を製造する造幣局は既存の施設を有効活用すべく、日本だけではなくスリランカやニュージーランドやバングラディッシュなど、これまで10カ国の硬貨を受注製造しているんです。現在の人身売買の値段は200年前の450分の1です。現代の奴隷制とも言われる人身売買の被害者は世界で推定2000万人以上にも上ると言われております。人身売買によって売られる平均額はわずか90ドル、約1万円。これは人身売買が盛んに行われていた200年前、約4万ドルのわずか約450分の1の値段なんです。キルギスに残る誘拐婚という悪習とは、中央アジアのキルギス共和国には誘拐や略奪によって女性が結婚させられるアラカチューという風習が一部地方で残っているんです。国連の調査によると、キルギスでは現在も結婚の5分の1が誘拐婚とされており、その背景にはキルギス社会の保守主義に加え、男性が結婚費用を払えないという貧困問題があると言われているんです。旧ソ連の最高指導者スターリンはペンネームなんです。旧ソ連の最高指導者スターリンの名は実は鋼鉄の人を意味するペンネームだったんです。革命家として幾度も逮捕流刑を繰り返す中で、自分の身を守るために様々な偽名を使い、その中で最も気に入っていたのがスターリンだったんです。鋼鉄の人と聞くとヘビーメタルバンドアイアンメイデンを思い浮かべる人も多いことでしょう。タバコの値上がりが止まりませんが、タバコを1本吸うと寿命が11分縮まるんです。放射能影響研究所の坂田律氏らによる研究によると、20歳までに喫煙を始めた人の余命は喫煙しない人に比べ男性は8年、女性は10年短いと言います。1日に20本吸う人が
50年間喫煙を続けると仮定すれば、一生の間に吸うタバコは36万5千本。縮まる寿命を8年として計算すると、1本吸うたびに 11.5 分。20本入りのタバコを1箱で 3.8 時間の命を削っていることになります。タバコがやめたくてもやめられない人は、本屋さんに行ってアレン・カーが書いている禁煙セラピーをぜひ読んでみてください。これ成功している人ものすごい多いんです。芸能人の方もものすごい多く存在しております。人間は体感的に19歳で人生の半分を終えている。19世紀の哲学者ポール・ジャネーは、時間の心理的長さは年齢の逆数に比例すると唱えていました。これに従えば、80歳まで生きる場合、1歳の1年が365日なのに対し、40歳の1年はわずか9日。体感的には19歳で人生の半分を終えていることになります。年を取ると時間が過ぎるのは早いと感じるのも、なんだか納得できる気はしますね。テレビを長時間見ていると大腸がんのリスクが高まる。近年50歳未満の若年性大腸がんが世界的に増加傾向にあるが、なんとテレビの視聴時間の長さが大腸がんのリスクを高めるという。オックスフォード大学などが行った追跡調査によると、1日5時間以上テレビを視聴していた人は、1時間以内の人に比べて大腸がんになるリスクが 35% も高かったんです。その理由は、運動不足によって体重体脂肪率が増加するほか、間食や飲酒といったながら視聴が習慣化してしまうことにあるといいます。女性が膀胱炎にかかりやすいわけとは。男性に比べて女性は膀胱炎など細菌による感染が多いんです。泌尿器系のうち、腎臓や尿管、膀胱の構造は男女でほとんど同じだが、尿道の長さは大きく異なります。生殖器の形状の違いから、尿道の長さは男性が16から25センチで、女性は3センチから4センチ。女性の尿道は男性に比べて短いため、尿道口から細菌が侵入しやすく、膀胱炎など細菌による感染が起こりやすいのである。歩く歩幅が小さい人は認知症リスクが約3倍です。最近の研究によると、将来の認知症の発症リスクと歩行の状態が深く関わっていることが明らかになっています。特に重要なのが歩幅で、広い状態を保った人に比べ、狭くなってきた人の発症リスクは 2.8 倍も高くなる傾向があったと報告されています。ちなみに、歩く速度が保たれている人に比べ、遅くなっている人の発症リスクは約2倍も高いそうである。2025年には団塊の世代が高齢化に伴い、日本の認知症患者数は約700万人にまで膨れ上がると言われております。昆虫食を普通に目にする日がもうそろそろやってきます。 NHK の人気の昆虫番組、昆虫すごいぜでも撮影が行われた
群馬県の昆虫の森。この動画でも蝶々が飛んでいる動画、初期の頃の蝶々がいっぱい飛んでいる動画はそこで撮影されたものです。私は蝶々の撮影が終わるとお土産コーナーに行きました。すると昆虫スナック、コオロギスナックやらタガメサイダーが売っておりました。あれから1年近く経ちますが、現在では大型のホームセンターや道の駅などにも置いてあります。コオロギスナックは一般に普及するのはもう時間の問題です。食べた感想はと言いますと、カッパエビセンを食べているのと何ら変わりはございません。違和感はありません。コオロギを工業的に生産するにあたり、水をあまり使わないんです。だから未来食と言われているんです。人間は眠らずにいるとどうなってしまうのか、生物は眠らないとどうなるのか、倫理上人体での断眠実験は行われていませんが、ラットによる実験ではある臨界点を超えると死に至ると考えられています。ただし連続覚醒時間の最高記録、世界記録に挑戦した亡者は数多く存在いたします。最も有名な記録はアメリカの高校生が樹立した264時間11日間眠りませんでした。彼は断眠終了後に15時間ほど眠ると自然に覚醒し、後遺症も見られなかったといいます。盲腸炎とは盲腸ではなく虫垂の病気です。大腸と小腸がつながる横に倒した T 字型をした部分を盲腸と呼びます。右下腹部が痛くなる病気を盲腸炎と呼びますが、正確な名前は虫垂炎なんです。虫垂とは盲腸の末端部から垂れ下がる長さ7センチから8センチの細い冠状の突起。虫垂炎とはこの虫垂の内部が細菌に感染し炎症を起こしている状態なんです。虫垂はかつて特に役割がない退化した器官と考えられておりましたが、現在ではリンパ組織が集まった生体防御の働きを持つ器官だと言われております。1日に出る唾液はペットボトル3本分。唾液は口の中を潤すだけでなく、口内の細菌の増殖を抑え、口臭、虫歯、歯周病など様々なトラブルから私たちを守ってくれます。では唾液は1日にどれくらい作られているんでしょうか。その答えは 1.5 リットル、500ミリペットボトル3本分なんです。この量は1日に作られる尿の量とほぼ同じだが、尿は体外へ排出されるのに対し、唾液は大部分飲み込んで回収されるため、水分のロスが少ないといいます。消毒液は傷の治りを遅くする。傷口を清潔に保つときなどに消毒液を使いますが、傷を治すには逆効果と考えられています。消毒液は傷口の細菌だけでなく、細菌の侵入を防ぐ細胞まで殺してしまいます。そのため、下手をすれば傷の治りが遅くなってしまうこともあるんです。感染がないと判断できる場合は、基本的には消毒液は不要。日本の水道水は清潔なので、まずは傷口を水で洗い流すのが効果的なんです。酒を飲んだ後にラーメンを食べたくなるのには訳がある。
酒を飲んだ夜の帰り道、ラーメン屋の前を通りかかると無性にラーメンが食べたくなる。実はこれエタノール誘発性空腹時低血症と呼ばれる症状なんです。アルコールを摂取すると肝臓がアルコールの解毒分解を始める。肝臓は寝ている間や食事をとっていない時に糖を体に分配する役割がありますが、酒を飲むとアルコールの解毒分解作業に追われ糖を分配できなくなる。そのため血糖値が低くなってしまうんです。ラーメンの小麦粉のでんぷんは腸でグルコースという糖に分解されて吸収されます。飲酒後は体がこの糖を欲しているんです。一夜漬けは効果がないというのは本当なんです。試験の直前になってから慌てて勉強して親から一夜漬けは身につかないよなどと言われたことはないでしょうか。実はこれ科学的に正しいことなんです。学習直後に睡眠をとった場合、最初の2時間で記憶量の半分ぐらいは忘れてしまうが、それ以上忘れることはない。一方、学習してから起き続けていた場合、最初の2時間で記憶量の3割程度まで忘れてしまい、8時間経過した時点では記憶量は1割程度にまで落ち込んでしまいます。勉強したことを記憶として定着させたいなら、一夜漬けなどをせず覚えた直後にしっかりと睡眠をとるべきなんです。